駅前に来たけどよ、これからどうするんだ。気を引き締めろ春日、授業はもう始まっている。おお。デートの極意レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。何しろ相手にしてみりゃ、そこで目にするおめえがデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと？じゃあ一番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ？そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ、固い固い、緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃあさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい？いつも通り自然にだよ。そら、そこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。え？寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは、相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあそうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ、まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔、守ってあげたくなっちゃうてなもんよ。そうなのか。なあ、足立さんはどう思うんだ？論外だ。ベンチでうとうとだ。言ったろ、女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず、愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番、いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかもてな。おう、まあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用すんだ？そうだな。足立さんのアドバイス通り立って待つことにするよ。は？なんでだよ。いや、逆の立場で考えたらよ、俺が待ち合わせ場所に来た時、さっちゃんがベンチで寝てたら仕事で疲れてんのかなとか、気使ってデートどころじゃねえと思うんだよ。まあそれは確かに、その通りだ春日。バシッと決めて仁王立ち、これが粋な男の待ち姿よ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ、普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。しゃあねえな、今回は足立さんに花を持たせてやるよ。じゃあ次のレッスンと行くか。どっちかっつうとナンバかな。座って待ってた方がその後に体力温存できていいんじゃねえかと思って。お前は見どころがある。そう、余裕を持つことが肝要よ。ちょっと待て春日、お前が待ち合わせ場所に行って、もしさっちゃんがベンチで寝てたらどう思う？え？昨日の仕事で疲れてるのかもとか。ああ！そう、ベンチで寝てるのが気を許してることの表れだなんて思わねえ。
ただのお疲れサラリーマンだ。さっちゃんも気使ってデートどころじゃなくなるだろ。確かにそりゃそうだ。うだからこそバシッと仁王立ち、これがデートに臨む男の基本姿勢だ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ。普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。その意気だ。じゃあ次のレッスンと行くか。デートの極意レッスン2、デートの行き先だ。おお、それそれ、そいつが聞きたかったんだ。俺洒落た店なんて全然知らねえからよ。洒落た店？おお、デートっつったらよ、やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番、お前はマニュアルにとらわれちまってる。ああ、そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。春日、お前が本当に輝く場所を選ぶんだ。俺が本当に輝く場所？そんなとこあんのかよ。ああ、あのインドカレー屋だ。カレー屋？あの店は裏メニューで100辛を頼める。スコビル値にしておよそ120万。タバスコの500倍以上の辛さだ。500倍？ええ、辛いもの好きどもが尻巻いて逃げ出す化け物メニューだ。今のところ完食できた人間は一人もいねえ。そんな化け物をお前がペロリと平らげたら、さっちゃんはどう思う？辛いもの好きなのねとか。バカ、吹き出す汗を拭いひたむきに打ち込む男の姿を見せてんだ。これに惚れない奴はいねえ。これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか。バカ、なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。何べんも言ってるだろう、自然体、変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言ってもいつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。デートに決まりなんてねえ。大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえかもな。バカ、牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。百辛食って男見せろ。カレーと牛丼以外に選択肢はねえのかよ。そうやって悩んでたら当日も優柔不断な行動になるぞ。俺バシッとどっちか選べ。マジかよ。まあ強いてどっちか選べって言うなら。カレー屋かな。さっちゃんもカレー好きだったはずだし、百辛完食はまあできたらすげえとは思うからよ。そういうことだ。おめえは分かってくれると信じてたぜ。待て一番、そもそもデートの目的は何だ。え、食事？カッコつけること？そうじゃねえ、二人で楽しむことじゃないのか。お前が黙々とカレーを食ってる間、さっちゃんにそれぼーっと見てろってのか。確かに。カッコつけたい、いいとこ見せたいって気持ちはわかるけどよ、それだけにとらわれて本当の目的を見失っちゃ本末転倒だぜ。まあ確かにな。
なるほど、二人で楽しむか。ありがとな。確かにその通りだ。となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるか、あえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるな、こいつ。だな、ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。どっちかって言われると牛丼屋かな。おい、嘘だろ、デートで牛丼屋って。よく考えてみたらよ、俺が黙々と激辛食ってる間、さっちゃんは何してんだ。そりゃお前の勇姿を見つめてるんじゃねえのか。それさっちゃん楽しいかな。デートの目的ってかっこよさをアピールすることなのか。他に何があるってんだよ。いや、せっかくなら会話を楽しんだり、そう、二人で楽しめねえとしょうがねえんじゃねえかなって。それはまあその通りだ。いいとこに気がつくじゃねえか、一番。だよな。あ、となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるか、あえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるな、こいつ。だな、ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。よくぞここまでついてきた。最後のレッスンはデートの要、服装だ。もうナンバが何言うかは分かってるぜ。いつもの洋服、つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。違うな、そんなの全然自然じゃない。え、生地本来の色じゃないだろう。つうわけで俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服。ずいぶんとシンプルだな。自然な装いってのは突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に優しい自然素材ってわけさ。なるほど、こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか、俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな、人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよ春日。環境保護活動に行くわけじゃねえ、デートに行くんだ。自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろう。じゃあ足立さんのおすすめは。見ろ、これがかっこいいデート服だ。これはさすがに派手すぎねえか。
春日、なぜ蛍が光るか知ってるか。急に何？オスの蛍が光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え、春日。サッちゃんを射止めるために命を燃やして光るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ、俺と難波のコーディネートどちらか選ぶんだ。どっちを選べばいいんだ。どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな、一番。自分を信じろ。分かった。じゃあ俺が選ぶのは、足立さんの方にする。自然体も大事だけど、服装くらいはいつもと違う感じでパリッと決めるのがいいんじゃねえかと思ってよ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな。俺らができることはここまでだ。成功を祈ってるぜ、春日。おめえら、おう、任せとけ。難波の方にする。自然体にってアドバイスをずっともらってたからな。服装もその線で行くことにするわ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな。俺らができることはここまでだ。成功を祈るぜ、一番。おめえら、おう、任せとけ。